静岡県静岡市清水区出身の女優である広瀬アリスさん。今回はそんな広瀬アリスさんに関する激痩せ疑惑と破局報道から過去の生い立ちについての話をご紹介しましょう。ドラマ「全領域異常解決室」に出演している広瀬アリスさんですが、 SNS に掲載された写真に対して「やつれた」「忙しいだろうけど体調壊さないで」と心配する声が相次ぐなど、激痩せぶりが話題になっています。広瀬アリスさんはそれに対し、朝ごはんと間食をさつまいもにして、お水を1日頑張って 1.5 リットル飲むっていうのをとりあえず2週間続けたら変わりますせと独自のダイエット法によって痩せたと投稿。また、睡眠でだいたい体重は減るからね、いい睡眠とっていくうちに体重は減るし、体は回復通り越して元気になるから、運動しようともなるし、良いことばっかりよと睡眠の重要性に触れつつ、ダイエットは積み重ね継続で結果は出るものなのでと綴っていました。ただ、広瀬アリスさんのスパルタ体重管理法はそれだけではないのだとか。どんなに忙しくても疲れていても、毎日5キロ夜中にウォーキングしているそうです。さつまいもダイエットも継続しており、ドラマ撮影中にもわざわざ持ち込んださつまいもをパクパク食べる姿が目撃されています。広瀬アリスさんは小学生の時バスケットボールに打ち込んでいたため、筋肉をつけるためにご飯を丼5杯ほど食べていたそうで、腹筋が6つに割れるほど筋肉トレもしていたといいます。しかし、やめた後も食事の量を変えられず体重が増えてしまったのだとか。その体質を変えるために芸能の仕事を始めてからは、撮影がある日も毎朝5時半起きしてジムに通ったり、大好きなラーメンを我慢するなどして体重管理をしていたそうです。やり始めるととことんのめり込むタイプなので、無理しすぎないかとネット上では心配の声が上がっているようです。そんな広瀬アリスさんですが、かねてよりスーパーエイトの大倉忠義さんとの熱愛疑惑が浮上していました。二人の交際は2022年の新年に報じられています。報道時点ですでに交際半年ほど、ドラマ「知ってるワイフ」で恋人同士を演じたことがきっかけで交際に発展したのだとか。お酒好きという共通点も二人の距離を一気に縮めたようです。どちらも周りには交際をオープンにしており、大倉さんの後輩や広瀬アリスさんの妹すずさんも交え、頻繁に食事をしていたそうです。2024年中に結婚するのではないかとも言われていましたが、破局が噂され始めました。芸能記者は、二人で長い時間を過ごした部屋から離れるため、アリスさんは昨年末に引っ越しをしています。自分に合う人が見つかれば結婚したくなるかもというスタンスだった彼女ですが、大倉さんはその相手ではなかったということですねと語っています。公認の仲だった2人に隙間風が吹き始めたのは仕事が順調すぎたからなのだとか。広瀬アリスさんは2022年に体調不良で舞台を降板し、しばらく休養するなど体調面が心配されましたが、2023年は大河ドラマに出たかと思えば、ドラマ「マイ・セカンド・アオハル」では主演を務めるなど大忙し。ただ体調は万全というわけではなかったようで、なんとか乗り切った格好です。近くで誰かに支えてほしかったその時期に大倉さんが不在がちだったことで思うところがあったようです。一方、大倉さんは2022年から後輩のなにわ男子や関西ジュニアのプロデュースを手掛けるようになりました。その手腕が高く評価される一方で、自身のグループも改名を迫られるなど、仕事から離れられる時間がなかったようです。記者は広瀬の所属事務所に破局について確認したそうですが、期日までに回答はなかったようです。大倉にはスターとエンターテインメントを通じて問い合わせたところ、プライベートなことに関してはコメントを控えさせていただいておりますと答えたのだとか。そんな広瀬アリスさんは小学校6年生だった2006年にスカウトされて
デビューしているのですが、その生い立ちは悲惨だと言われています。生活が暗転するのは、広瀬アリスさんが中学3年、妹のすずさんが小学校5年に上がろうかという2009年春のことで、祖父が病死してからでした。祖父は広瀬アリスさんが載っている週刊誌をたくさん買い込んで楽しみにしていました。広瀬アリスさんたち孫が遊びに来ると、一緒に写真撮りな、今に売れるからと勧めていたのだとか。しかし祖父の死後に借金が発覚。一家をよく知るという飲食店の経営者は、金額はわからないけど家族は知らされていなかったみたい。おばあさんはおじいさんが亡くなった後に、借金残すなんてと愚痴っていました。そもそも看板屋の経営がうまくいっていなかったようで、亡くなるとおじいさんが所有して住んでいたテナントビルと土地を売却せざるを得ませんでしたと当時の状況を明かしています。登記簿を見ると、自宅などを担保にそれまで3000万円以上を借り入れていたことが発覚。その後、看板屋は姉妹の父親が継ぐことに。看板屋は市内で工場を移転することになり、さらにその翌年には祖父が経営していたもう一つの会社を清算しています。父親は当時、祖父の保険金とビルの売却益で看板屋を回していると話していたそうです。よほど事業が苦しかったのでしょう。そして追い打ちをかけるように一家を襲ったのが、大黒柱たる父の病でした。10年ちょっと前にお父さんが倒れちゃったんです。脳の疾患だったとかで、体に麻痺が残るほどでした。お父さんは昔から焼酎が好きで、それがたたったという話でした。命は助かったけど、その後のリハビリが大変だったみたい。仕事上にも姿を現さず、会社は開店休業状態になってしまったと会社関係者は明かしています。そして父親が倒れて1年ほどすると、家賃まで滞るように。関係者曰く、資金繰りもきつかった。奥さんが実家に頼み込んでやっとのことで、お金をかき集め家賃を支払っていましたけど、それも限界に。それらのことは娘には一切黙っていたようです。そして工場も引き払うことになったのですとのこと。父親は自宅付近などで妻に手を引かれて、散歩しているところを目撃されるなど、リハビリに励んでいたそうですが、背に腹は変えられなかったらしく、一家で暮らしていた自宅も手放すことになりました。広瀬アリスさんはすでに上京していて、すずさんは中学校3年生でした。前の年にはモデルとしてデビューしていたことで、奥さんはお父さんと疎遠になってしまったのか、自宅を売った後、奥さんとすずさんと兄の3人が区内のアパートへ転居するのです。そこはすずさんが通っていた中学校に近く、2階建ての軽量鉄骨造りのアパートの一室で、家賃は約4万5千円ほどでした。そこから制服を着たすずさんが毎朝登校していました。多感な時期に家族や住む場所の環境が変わり、心理的に大きな負担があったことは想像に難くありません。またその後、2018年1月には兄が酒気帯び運転で事故を起こし、静岡県警に道交法違反などで逮捕されています。近隣住民の話では、当時お兄さんが住んでいたのが、すずさんが中学3年の時に住んでいたアパートなんです。すずさんとお母さんが上京した後、お兄さんは一人でそこに住んでいて、よく友達を呼んで酒盛りしていましたとのこと。当時の報道を受けて、広瀬アリスさんとすずさんはそれぞれ謝罪。その2位は、事件後もしばらくはアパートに住んでいて、引っ越す時も近くに行くだけですと挨拶していたらしく、現在は静岡市内の小さな部品工場で働いているのだとか。事件は起こしてしまったけど、根は素直な性格で、今は真面目に働いているそうです。いかがだったでしょうか。今回紹介した広瀬アリスさんに関する激痩せ疑惑と破局報道から、過去の生い立ちについての話はここまでとなります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。